いい知らせがあるんだ。ちょっと遅くなっちゃったけど、新しい舞台を用意できたぞ。観客に素晴らしいショーを披露したお客さんは、絵の世界の扉を開く鍵を入手できる。待て待て、物語の本の次は絵の世界なのか。この場所、ますますわけがわからなくなってきたぞ。言いたいことはわかるぞ。でも物語の本でこんな話を読んだことがあるんだ。マジシャンが観客に種明かしするのは観客の楽しみを奪うことだって。だからわからないくらいがちょうどいいんだ。魔女の姉ちゃんの魔法は愛と同じで、考えるんじゃなくて感じるものなんだよ。まあそう言われると納得できるような。でも絵の世界の舞台は前の舞台とどう違うんだ？絵の世界にはルールがたくさんあるんだ。新しい舞台では友情と信頼関係が試される。物語によくあるテーマだな。そして試練を乗り越えた人は魔女の姉ちゃんから小さな祝福をもらえる。え？幸運を呼ぶおまじないとかか？だったら、よっ、確かに気軽に願い事なんてしちゃいけないよな。絵の具はもう額縁に落とされた。魔女の姉ちゃんがくれる小さな祝福ももう秘密じゃない。お客さん、準備ができたら絵の世界の舞台に入ってみてくれ。口笛を吹いて悩みを忘れて勇気を胸に抱くんだ。物語の登場人物が新しい冒険へ出る時みたいにな。今ここに出たせ。今ここに出たせ。今ここに出たせ。また暁よ、ここに。
今ここに生産する。暁よ、ここに。ここに生産する。